はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あることについてすごい話をしている人の動画を見たんですよ。いや、ほんまにすごかったんですよ。それをね、今の僕が実行したらね、ほんまに病気とか治るんちゃうかなってね、思えたんですよね。その人っていうのがビジネス系 YouTuber さんなんで、ビジネスに関する話をよくされるんですけども、でもね、よくある、そのどこにでもあるようなビジネスの成功に導く大切な行動的な話には僕には聞こえてこないんですよ。どうも話を聞いてたらですね、ビジネスに関係あるけど、これは子育てにも関係してるよなーって思ったんですよ。その瞬間からね、もうこの人の話はビジネスの成功に導くじゃなくて、子育てを成功に導くにしか聞こえてきませんでした、僕にはね。そのように聞こえるようになったお話のね、流れがね、ちょっと3つあるんですけどね。まず1つ目が自分の体験談、その人の体験談ね。で、2つ目が後輩部下の話。で、3つ目が先輩上司、師匠の話ですね。この3つです。で、この3つを並び合わせて細かく過去の体験談をね、お話しされます、その人はね。その人というのはですね、ある大企業にね、バイトから入って、先輩上司からね、働き方が認められて社員になって店長まで上り詰めるっていう、任されてっていう感じのね、すごい人なんですよ。ほんで他の各営業所っていっぱいあるらしいんですけどね、その営業所の店長になって、ね、成績の下がってる営業所の店長に任されてっていう感じで、その全国を渡り歩いて各営業所の問題を解決していって、ここのエリアの成績、ここのエリアの成績、ここのエリアの成績、全部の成績でその各店をトップにするというすごい人だったようですよ、どうやらね。で、全国を渡り歩いていると、そのお話の中でね、大体共通して出てくる問題がですね、従業員さんたちの、ね、働き方に問題があったらしくてですね。で、この人からしたら、その後輩部下ですよね、そういう人らはね、従業員さんっていうのは。で、全国を回り始めた最初の頃っていうのはですね、とりあえず成績を上げるために自分がこれまでにやってきた働き方っていうのを伝授するような指導の仕方をされてたみたいです。それでしばらく成績を上げることができましたけども、突然会社を辞めてしまう従業員の方がね、出てきたりするらしくてね、すごい悩んだみたいです。で、そしてある時に、その同じ会社の先輩であり上司である、その時のエリアのその上司さんやったかな、その一人の男性にね、出会いました、その人はね。その方をね、師匠と呼んでるそうです。で、その方はいつもその自分のことを気にかけてくれてるようで、その師匠とね、自分の営業所をその客観的に見る日があったらしくて、で、その時に目に入った従業員さんがね、テーブルをこう一生懸命拭いていたんですって、わーってね。で、そしてその師匠がその人にこう言うたそうです。おい、あいつパートやろ。パートのあいつがなんであんなに一生懸命テーブル拭いてるかわかるか。はい、いつも社内をきれいにするのは当然です。アホか。お前はあいつの何を見てんねん。あいつには来客が喜んで笑顔になっている顔が見えてるねん。だからパートで時給で働いてるあいつは一生懸命テーブルを拭くことができるねん。はい。ね、最初はね、なんでこんなことで怒られたんやろうと思ったらしいんですけども、また違う日にですね、ある若いアルバイトの女の子がやたらとシフトを入れてくれ入れてくれとね、言ってきた日があってですね、そんなに働きたいのは会社にとっては嬉しいけど、君だけをそんなにね、特別に入れることはできないと言ってらしくてですね。で、ちょっとそれが気になって後日にですね、その子と面談をして、その子が全てを話してくれたその時にですね、その人はこう思ったらしいんですよ。あ、俺このバイトの女の子のことを何も知らない。本当はそんな悩みがあって家計を助けるために自分の時間を削ってバイトをしに行ってくれてたんだね、思ったらしいんです。で、またね、その人はね、あの昼間のパートのおばちゃんのことも何も知らないなって思ったらしいんですよ。それからね、その自分の成功体験を振りかざすのをやめて、従業員さん、パートさん、アルバイトさん一人一人と向き合って何でも話し合うように努めたら、もっと成績があって誰も辞めなくなったみたいです。まあ、その人はね、心が先にそう感じたみたいです。向き合おうって意識し始めたらね、人生変わったようですよ。その意識が全てをそうさせたみたいです。意識すれば全てが変わるとね、言ってました。まあ、僕もね、意識し始めて劇的に変わったことがあるんですけどね、それはね、体重です。僕はね、白血病をして、抗がん剤をして、骨髄移植をして、それの関係でね、免疫抑制剤をね今飲んでるんですけども、まあ、それの影響でね、体重が増えるし、悪玉コレステロールと中性脂肪も増えるし、高血圧にもなった挙句にですね、ヘモグロビン A1C というね、細胞にもねですね異常に増えてしまってですよ。まあ、糖尿病予備軍になってしまってます。まあね、このままではいけないと思ってね、体重にね対してのその意識がね、もっと深くなってですよ。まあ、その結果ね、考え方や行動がねどんどん変わっていきました。でもね、ちょっとストイックになりすぎてね、低カロリーな生活をね続けてたんで、まあ、栄養のバランスが悪くなってね、結果的にね糖尿病予備軍になってしまったんですけども、まあ、意識の方向性がね悪かっただけだったと思うんです。でもね、今回ねその人のね動画を見たんで、またね意識の改善にね目覚めましたので、さらに病気でね向き合っていきます。でその人がねまたすごいんですけどね、その人ねダイエットを決意して、秘書さんとね一緒に駅前のトレーニングジムにねこの2人でね一緒に入ろう言うて、入会の契約をしに行ってね、こう入会の手続き書くじゃないですか。ほんで契約書を書いて帰ってきただけで4キロ痩せたらしいんですよ。これもね、意識がそうさせたと言ってました。ねえ、もうダイエットを意識して入会手続きの契約書にサインしただけで4キロ痩せたってすごくないですか？なんか信じ方や話のようなね、何かに丸め込まれてるように聞こえますけどもね、まあその人も言ってましたからね、自分でね、宗教家に間違えられますって。まあね、その意識で全てが変わるってね、言ってはります。行動も変わるし、でね、仕事をやったらその成績も全然変わってくるってこう言ってますし、その人も意識してすごい変わったって言ってますからね。でも結構聞くんですよ、そのね、昔の先輩とかでも、お前は意識が足りへんとかね、よう言われてたなと思います。本当に親からももっと意識しなさいってね言われてました。全然分かってへんかったやん俺ってね、あの頃は全然分かってへんかったけどねえ、まあいやでもね、僕はもう分かりましたってこういうほどのあれでもないんですけど、まあでも自信持ってねできたことっていうのが、体重という事実があるんで、体重を減らしたっていう事実が僕にはあるんで、それがねちょっと自分の自信になってるんで、その意識でね今後向き合っていきたいとね思ってます。でまあね、それでね、そのまあ僕は今その、白血病で血液内科に通ってますし、で虫歯で歯科口腔外科でしょ、で視床角膜炎という目の病気でね眼科に通ってますけども、実は今日ねそのこの後ね、もう時間なんですけども、眼科があるんですよ。で早速ね、もう俺の目早く治れってこうね意識してねちょっと受診してきますわ。でそしてね、その目の症状をね改善してくれるその目薬をもらってね、もう意識して俺の目治れっつってこう意識しながらね刺すようにします。で、まあ、その人の、ね、名前をちょっと紹介させていただくんですけども、YouTube 講演家のね鴨頭義人さんっていう人です。スキンヘッドの人ですね。最近ねチャンネル登録者数がね100万人いってね、金の盾をもらいましたっつってこう動画を上げてはりましたけども、素晴らしいなと思いますね。その人は絶対やるんだって言ったことはね、絶対実行していくタイプな、実行しちゃうタイプなのかな。すごいなって、そんななんか意識の高い人の映像を見たらすごい引っ張られるわって思ったりするんですけども、まあね引っ張られたいなと思うんですよ。職種が違うし、まあその人はね講演家として活躍されてますけども、でもその人もちゃんとしっかり伝えるべきことがあるとして、YouTube で講演家としてやってますし、僕も自分と似たような感じの人らのためにねこう伝えていきたいなっていう思いがあるんで、こうやって動画を撮ってね撮影してるんですけどもね。まあそんな感じで、僕もまずねやっぱりこう自分の体治さなしゃあないんで、意識してね治すようにしていきます。でもよう考えたのに意識ってな、店のオーナーが言われてましたわ。細胞レベルで意識しろよ。ある漫画で読んねんけどな。ベルセルクやったかな。違う、間違ってたらごめんなさいね。ベルセルクってな、戦いの病気やったかな。病気じゃない漫画やったかな。忘れましたけども、なんか漫画で読んだらしくて、全ては意識で変わる、細胞がこうガーって動いてたらその細胞が活性化されていくんやっていうようなことをね聞いたことがあるんで、ちょっとね意識をねまたね改善していきますということでした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。